はい、インフィニティ最初の活動は食レポです。何を食べようかね。こっち行ってみよう。多分なんだろうな、ジンおすすめの、ジンおすすめの疲労のご飯。これ疲労のご飯って言ってもう恵比寿になってるけど、ここ場所言っちゃっていいの？まあまあいいんじゃない。これでご飯はね、この辺だとね、韓国料理、中国料理、和食があそこに乱立してるところ。乱立してる。乱立感は全然ないけど。3つあるだけ。そう、完全にそれは乱立。いやいや、乱立乱立。この辺、この辺、かそってるから。乱立感はそう、乱立感、これね。ほら、なんか、すごいな、ローカル番組みたいな、ね。そう。はい、テロップが入ってるもん。どう、ね、限定5食のなんとかの店ね。そうこれあの楽しいけど暗雲が立ち込めてる感じ。そう楽しいけど暗雲みたいな。まあまあいいんじゃないこの、ね、そう、まあ、まずは今日は恵比寿の、ね、何食べようかね。欲しいです。はい、というわけで、今日はこの中華料理、なんていうもの、錦、はい、錦に来たな。楽しみですね。はい、どうやって行くんでしょうか。ここね、美味しいんだけどね、着いたらびっくりする。着いたらびっくりする、うん、多分分かんない。これびっくりしなかったらカップもすごい。どういう意味でのどういう意味での、まあ黙食、食べるときは喋んないでね。苦手なものはお皿とかお箸ぐらい。ん？どういうこと？食べれないものはない。ない、うんね、うん。映像がまだ入ってこない。はい、というわけで忘れて食べてしまってました。あ、これレバニラ。レバニラです。もうほぼ終わりのレバニラ。はい、もう今日は。うん、おいしい。ほぼ閉店感が満載ですが、こんな感じです。あ、でもこれね、表の440ブロードウェイ見えないかな、これ440ブロードウェイっていうところはね、あれですよ、テックスメックスのお店。 LA とかにあるさ、あのナチョとか、はいはいはい、タコスとか。これなんだっけ、チンゲンサイ炒め。チンゲンサイ炒めを食べる前のカクです。カクからのチンゲンサイ。はい、お腹いっぱいでいい。お腹いっぱいになりましたね。ごちそうさまでした。これ、はい、すっかり夜も更けて、さあこれから ね、いやー美味しいね。こういうなんか長いお店にはやっぱ生き残ってもらわないと、ね、ちなみにここはまだ短いです。ここは長い。気づくとこの恵比寿界隈に20年ぐらいになる。すごい、20年前何してたの。もうちょっと言うと30年前ぐらいに降り立って、それも実は恵比寿の、あの明治通り沿いあたり、ギルティっていうところで、あのソニーの全社会議で、あのギルティ貸し切って、あの全ソニーのプロデューサーが集まる中ライブやるっていう、あの例のやつで来て以来やね。すごいな、住宅地を。あ、お腹いっぱい。お腹いっぱい食べて歌えるのだろうか。今日初回食レポが先になったっていうね。はい、まあ頑張ってちょっとリハってみたいと思います。じゃあね、また。